今度はこいつか。この水晶は何一人で納得してんのよ。私たちはこの水晶からマナが出てきた瞬間を知らない。見ていたのはベインだけだ。僕もはっきりとは覚えてないけどね。先ほどから戦っているのは君の記憶の中の敵。そうだな、ベイン君の記憶。ロクシスよ、それが分かって何か状況が変わるのか。それはお前はどうにも理屈っぽくていかん。今やるべきは目の前の敵を排除すること、それだけだ。やれやれ、たまに先輩の単純さが羨ましくなりますよ。
りましたね。安心するのは早いぞ。見たところまだまだ先は長そうだからな。ベイン、帰ったらゆっくり話を聞かせてもらうからな。私も一緒に聞きたい。そうね、今さら聞いても先に進むしかないんだし。ありがとう、みんな。それでは先を急ぐとするか。遅れるなよ。うん。